こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日は私のホームゲレンデ札幌庭園にやってきています。見てください、これ札幌の街を、ね、一望できるすごく景色のいいゲレンデとなっております。昨日オープンしたばかりとなっておりますので、今日は、ね、ゲレンデの状況を、ね、ちょっとチェックしながらいろいろ滑ってみたいなと思っております。まずはですね、ナチュラルコースというところから、滑ってみたいなと思います。さあ行ってみましょう。よいしょ、レッツゴー。ナチュラル林間コースです。入り口はここですね。はい、さあ行ってみましょうか。シュー、あ、気持ちいいですね。今日はね、すごく板が走りますね。これ気温は0度でした。さっき山頂で下の方はちょっとプラスになるんじゃないかなと思います。今日使っている道具は FNTC の DCC にリロードリミテッド、ドレイクの、ね、リロードリミテッド、そしてノースウェーブのエッジのブーツとなっております。はい、さあ、いやー、こんなね、丁寧のオープン2日目なんですけど、すごく雪の状況がいいかなと思います。こんなにね、去年もね、オープンしてすぐ来たんですけど、こんなに雪多くなかったですね。で、このナチュラルコースは見ての通り、林間コースとなっています。コース幅狭いですけど、結構冬にはね、この笹の部分に雪がついてすごく楽しいコースになっているので、自分もよく滑っていますね。雪のカバンにポンポンと当て込みながら降りてこれるコースになっています。で、ここ合流地点になるので、ちょっと気をつけてくださいね。右から来る人とぶつからないように滑っていきましょう。気持ちいい。自分は今シーズン2回目です。先日ね、札幌国際滑ってきて、今日2日目ですね。あ、気持ちいいですね。あ、で、この辺からね、少し気温がね、高くなってくるので、上よりも少しバーンがね、締まってくるかなっていう気質になってきています。で、次のここ急カーブなんですけど、毎年ここの部分にアイスバーン隠れてるので気をつけてくださいね。で、ここもそうです。みんなでここでグッてね、ターンするんで、結構雪がめくれてアイスバーンになりやすいんで、みんな気をつけましょう。で、暑い。いつもはこのリフト回してますね。地図頭はこの2人乗りのリフトが動いてるので普段回してます。今日はまだ動いてないので下まで行ってみましょう。ここからね、結構緩やかになります。ウェアは OC スタイルさんのビブパンと、ジャケットが名ワンタイプのね、ジャケットになってます。はい、行きましょうか。ここからがね、いいですね。あ、で、結構この林間コースは壁に当て込みながらだとか、ショートターンを練習したりとかするのにすごくいいバーンなのでおすすめです。特にね、ショートターンでも、あの、急斜面でやるときってね、結構スピード気になるじゃないですか。でもね、この緩斜面のところでショートターンを思いっきり練習すると、加速させるショートターンを練習できるので良いんじゃないかなと思います。で、林間コース幅狭いんでね、人切るときはちょっとスピード落としてね、気をつけながら滑っていきましょう。で、丁寧のこのナチュラルはここから先が緩斜面あるんで、なるべく直下るようにしましょうね。はい、ここから直下ります。なるべくスピードを出して滑るようにしていきましょう。それじゃないとこの後のね、緩斜面で結構歩かなきゃいけなくなったりとかするときあるんでね、気をつけましょう。なるべくスピード出していきます。テニアはもともとね、あの、スノーボードが生まれる前からね、昔からあるスキー場です。札幌オリンピックの時にできたね、スキー場だと思うので、札幌オリンピックより前からかな、まあ、その時からあるので、結構ね、スキーヤーがね、メインの多いかなっていうゲレンデになってます。なので、ちょっとこれ、こういうね、緩斜面とかがあって、スキーだと焦げるのでね、問題ないじゃないですか。でもね、スノーボードだとちょっとね、こういう風にちょっとタラタラに、ね、なっちゃうところがあるのでね、要注意です。ところどころ、ね、止まらないように滑っていきましょう。はい、抜けたかな、そろそろ。
はい、で今日は、はい、これですね、はい、プレイのグローブ使ってます。はい、指の出るグローブね、はい、使ってます。こういうあったかい時はね、もうこうやって出しっぱなしで滑ってもねいいぐらいですね。もう今日は暑いです。でゴーグルも見てわかりますかね、これ、はい、ダイスのバンク使ってます。換気のできるね、ゴーグルとなってます。もう暑いんで開けっぱなしでサングラス状態にして滑ってます。もう中に、ね、風がひょひょね入り込むんでね、これね開けっぱなしで滑るとね気温高い時は気持ちいいんですよね。さあだんだん板が走ってきました。行きましょうか。はい、さあここまで、ね、止まらずに来れるとバッチリですね。で今日、塗っているワックスはガリウムの塗りっぱの青を本当に塗りっぱなしのまんま来てます。それでもねこんな感じでね滑ることできます。はい、じゃあ行ってみましょうか。こっからねコースが広がります。で今日はまだ雪が薄いのでコース内にねしっかり圧雪がかかってない状態で、このようにブッシュも出てるのでちょっと気をつけながらまだね滑った方がいいんじゃないかなと思います。雪がもうちょっとしっかり降ったらもっとね楽しめるんじゃないかな。よし、それでも雪が多い。毎年ここオープンしたためにここのコース滑れないですからね。上の方のリフトだけ回して下の方にはリフトでまた降りてくるっていうのがいつもの状態なので、今年はね今回の大雪ですごく状況が環境が整ったんじゃないかなと思います。あー気持ちいいですね。でこのウェーブが結構ね面白いですよね。今やってないですけどグラトリとかでこうやって込むと結構ね面白いコースとなっております。はい、来ました。おいしょ。はい、という形でおいしょ。はい、札幌丁寧オープン2日目、ナチュラルコースをね、今上から下まで滑ってきました。いかがでしょうか。ちょっとね週末滑りに行くね、参考にしてもらいたいなと思います。はい、またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。